さんこんにちは、デジバのチアリ、マジャーさん、ゲタマン、ヤマケさん、ゲームマスター。本日はチアリ君何するんですか。何するか知りませんですよね。何にも知らない。俺も打ち合わせしましょう。ということで本日の企画はダカダン、チアリのオリジナルカードを作ってみようということでですね、うん、あの7月9日、うん、来たら7月9日、はい、何の日でしょうか。大事な日だった気がしますね。そうなんですよ、大事な日ですよね。待って、なんか噛んでるのお前ら大事お前ら噛んでるの今知らない側かと思ったけど俺だけかこれ知らないの。またチアリの舞台、あ、そう、舞台あの本番中です。はい、チアリ君何の日ですか。誕生日。そうなんですよ。はい、ということでですね、7月9日はチアリの誕生日ということで、チアリ誕生スペシャルウィークということで、はい、我々がね、チアリ君のためにいろんな動画企画を考えてきました。まずはね、突破と僕の企画なんですけど、僕はね、一応ね、飲み込んで、早く飲み込んで、飲み込んで、分かった分かった、はい、スペシャルウィークなんだ。何歳なんだ。あの、25になります。おほら、25が一番楽しいから、人生素晴らしい。僕から企画は、うん、チアリのね、オリジナルのカードをね、まあ、作ってみようという企画でございます。早速じゃあカード作戦いってみましょう。いくぞー、いやー。はい、ということでですね、はい、チアリ君にね、オリジナルカードをね、うん、考えてもらいたいんですよ。もちろんね、それがそのままカード化するかどうかわかりません。ただこれを僕が、ろくなカード書かなそうだしね。やらないから、ね、ダメです。マナゾーンとか書いてダメですよ、やっぱダメかい。あ、もう書いても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 書くのは自由だからね、うん、ということでこれを書いていただいたのを、もう本当にあの開発部シアトルのアーランデですね、アーランデに持ち込みまして、マジで言ってんの、なんとかカードができるように尽力します。わー、はい、すごい。え、怖いんだけど俺。いやいやいや、本当に計算のやつでお願い、計算のやつで順々にいつなるかとか、そのままなるかは分かんないんですけど、一旦チアリ君が欲しいと、おー、なるほど、これはこういうカード作りたいというカードをちょっと考えてもらってもよろしいでしょうか。なるほどね。はい、じゃあ早速このデカジョーカードに書いてみてもいいですか。イラストを書いてください。イラスト僕名前とイラストも、それを元になってイラストレートさん発注しなきゃいけない。これまでそのままあるか分かんないけど参考にはさせていただきます。はい、ということでじゃあチアリ君に早速考えていただきます。今回はね、別に1枚って言わず、ケチケチ言わず、何枚でもで、まあその中からね、その中から、ね、全部とりあえず一旦持ってって、まずうち当たる。そうそうそう、確かにね、それがどうなるかは分かりませんが、はい、おこれはいろいろ絞っていいですよ。これはもう 2,3 時間かかるよ。いやいや、撮影の時間もあるあるから、はい、まあなんかまあフリーチャーか呪文かね、まあその辺から決めてくださいね。はい、あと文明と、まあまずはクリーチャーにしますか。あ、クリーチャー、じゃあクリーチャーでいきましょう。文明はどうしました。文明は、文明どうしましょうね。そうそうそう、文明、うん、まあ好きな文明、レインボーでもちろんいいですよ。レインボーでも弱い、はい、全文明でもいいですね。全文明か水文明かな。自然か水、はい、うん、それが自然水のレインボーか。あ、確かにっていうのもありますね。とりあえず一旦自然で考えましょうか。自然で考えましょう。じゃあちょっとあの緑色のペンを出しておく。で、コストですね。コスト自然だったら自然3コスト、3コスト、なるほど、意外と軽量ですね。やっぱね、軽量カードの方が使いいいからなんか切り札的なもの作るわけじゃないのかなそうかい、いいよいいよいいよ、3なら2000か3000とかその辺でいいですよ。なんだろう、いや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 、そういうカードが使いいんだろ確かにね、3000ちょうだい、3000ちょうだい、2にかけましょう、かけましょう、かけましょう。じゃあ、いや、ご数字のところにも、じゃあ後ろ向きにしとかいてもあ、後ろ見たくない。まあ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 、何でしょうかね、これ。まあ3万の3000ならダブルブレイカーはないから。そうですね、ないですよ。まあ、出た時能力なのか、アタックされる能力なのか。ウェーブストライカーつけてもいいかい。いいですよ、喋りいいかい。はい、ウェーブストライカーね。なんかやべえ、それが中身個人的にはね、ああ、いいよ、全然打点が欲しいんだよね。あ、打点、そう、どうしようかね。単純にダブルになるんじゃなくて、全体ある。全体がキレスティンとかいましたよね。そうそう、キレスティンみたいなのが軽量でいるといいなって話なんだけど、はい、3マナだとやりすぎな感じもしなくもないんだよね。何3マナにしたんだよ。じゃあどうしようか、何マナぐらいがいいんだ。いやいや、まあ、能力から考えて、じゃあ能力からどういうのが欲しいかね。どういうのが欲しいか考えて、パワー全体6000して、パワードブレーカー、パワードブレーカーって、はい、自分のクリーチャーは、自分のクリーチャーの方が使いでしょう。はい、すごい細かいところが考えくるね、もっと自分のクリーチャーは全てパワーがプラス6000され、パワードブレイクが得ると、うん、おー、すごい、ありそうな感じ。それだけ
ないですか、これだけで。これだけだと、でも地味じゃない、ちょっと、うん、あ、地味だと思った。これちょっとね、ここを学ぶことは一回後で考えて、後で考えて。でもそれじゃちょっと足んなくない？だからなんか追加で別の能力、ウェーブストライカーじゃないなくても、はいはい、使えるように。俺はむちゃくちゃこれわがままなんだけど、うん、展開がしたいのやっぱウェーブストライカー。ああ、展開ね。だから自然だから、マナから出すとかなのかな。そうですね。自然だから展開する、マナ以下コストから、例えばマナゾーンからコスト3以下のから出すとか、3以下のピンチャーですとかね。じゃあマナゾーンからそれをいただこう。この時に出た時、出た時にしましょう。出た時でか CIP カムズインチプレイね、から、コスト3以下の以下の、ちょっとなんかもうダメになっちゃったなの、コスト威嚇リーチが出ますので大丈夫ですか。威嚇リーチが威嚇リーチ威嚇リーチを出すと、あーいいですね、はいはいはい、ってなると、じゃあ何マナかなみたいな。そうね、5マナぐらいだとありがたいけどね。いや、なんかすごいあれだね、控えめだね。5マナぐらいだとありがたいな。じゃあ、ここにしておきます。ここにしておきましょうか。5マナ3000じゃでいいの？4000にしましょう、4000。6000にするとね、ダブルブレーカーになっちゃうんだよね。ダブルブレーカー。ここから4000ぐらいにしとこう。はい、4000ぐらいね。じゃあパワー上がるのか、ね、プラスもつけていきましょう。これ5000でいいかい？ 5000 でもいいよ。5000でいいかい？そうするとね、プラス1000とかがなんか乗った時にね、使えそうな気がするんだな、とりあえず。5000プラスしていいね。5000プラス。プラスだね、確かに。種族あ、そうそう、種族する、種族対決。これ俺、ワイルドベジーズがいいな。ワイルドベジーズ、ワイルドベジーズがいいんだ、俺。ワイルドベジーズ、何が欲しいかな。自然でしょ、うん、ドリームメイト書いとく。あ、ワイルドベジーズ、ドリームメイト。ドリームメイト書いとこうか。ワイルドベジーズ、ドリームメイト、それを書いてください、確かに。書きましょう。どんなやつか。野菜で、ドリームメイトってどっちがちょっとなファンシーキャラみたいなね。そうですな、まあ、動物っぽい。動物っぽいなんか急に俺、難易度上がった。好きな野菜を。チャイク好きな野菜何？食わねえんだよな。しいて胃に入れるなら、胃に入れるなら、胃に入れる、胃に入れてもいいと思えるやつ。ずんだ餅。ずんだ餅。ずんだ、ずんだ、ずんだ、枝豆、枝豆だ、枝豆。ドリームメイトでしょ、うん、ドリームメイトって動物好きだ、小動物っぽいよね。怖いね。俺ね、一番好きな動物はね、俺マジでゴリラなんだよね。あ、ゴリラ、ゴリラが一番好きなんですよ。枝豆ゴリラ、枝豆ゴリラってことになるのかな、うん、大丈夫かな、そんなの増やして。枝豆ゴリラなんて増やして大丈夫かな。いや、もうそれからも発注してるから、ね、もう未知の領域に入ってるから。そう、何これを、これゴリラ、これゴリラ、まずゴリラから、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ、まずゴリラからだね。ああ、いい感じ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 、全然いい感じ、いい感じ。これが枝豆ってこと、このぶら下がってるの、ドレッドヘアみたいな枝豆が。じゃあ、こうするかね。うん、ああ、なんかすごいね。すごい。これで、いなくなったみたいな。あ、あ、そういや、見た。ああ、枝豆になってるんだ。枝豆、どれだか枝豆。なるほど。こうするかね。ああ、でも、でも、ああ、なるほどね。でもなんか、素敵な、すごい。独創的な。面白い。腕でも書いておこう、大丈夫これ、でもこれがブレイクするの、腕6本、うん、腕6本は俺じゃないです。じゃあ一人考え、顔に対して、顔に対して、ね、プラス6000だから、こう謎の神がいる。怖いなちょっと。最後ずっちゃりくちゃりくちゃりく、そうね、ゴリラはね、腕がないと歩くのが大変なんですよ。あ、そうなんですね。あ、確かに。こんなん発注して大丈夫か。大丈夫、大丈夫、いや、発注するかどうかこっちは来るから。一旦帰るわ。一旦帰るみたいな。なんかもね。あー、でもいい、いい、はい。あ、でもすごい。じゃあ名前カードで最後出して。もう今さっき名前枝豆ゴリラになったけど。枝豆ゴリラに今。こいつ踊ってるみたいだから、ずんだったゴリラ。じゃあ、ゴリラ。ゴリ、ゴリ様。ゴリさん、ゴリさん、メイ様、メイ様、じゃあゴリラ様にしてみます。ずんだったゴリラ様。いやいや、選ぼうか、選ぼうか。はい、1枚目できました。ちょっと見てみたいですか。どっちか、こっちだな。はい、ずんだったゴリラ様。5マナ3、4000ですね。5000かな、5000、5000かな、5マナ5000。はい、でウェーブストライカー、自分のクリーチャーを全てパワープラス6000されて、ハードブレーカーを持つ CIP、マナゾーンからこそ3以下のクリーチャーを出す。はい、はい、いや、すごい。枝豆食わしてパワーアップさせるんだろうね。枝豆食わせるんだろうな。ありがとうございます。ちなみにじゃあまだまだまだありますか。
水かね、闇かなっていう感じなんですけど、はいはい、まあ、まあ、カードタイプですかね、まあ、最初にカードタイプか、はい、魂シードとか、はあ、魂シード、魂シード、闇でもいいですか、闇でもいいですか、闇でもいいですか、ちょっとね、やりたい能力が1個あって、おお、闇の魂シードね、コストは、うん、3ぐらいにしときますか、まず3、まずから決めるのやめた能力から決めた、確かに、そりゃそうだ、でやりたい、やりたい能力あるの、ノーチョイス、ノーチョイス、ノーチョイス、どちらかのプレイヤーの手札がなければ発動するっていう、ノーチョイス、イニシエの上からつき、イニシエすぎるし、ノーチョイスをね、ノーチョイスを、とりあえずシンカライズをつけてもいいですか、あ、シンカライズ、はい、シンカライズをついて、ノーチョイス持ち魂ぞってこと、ノーチョイス持ち魂ぞ、出た時か、なんか最近だと結構間に合っても能力があるやつがね、はい、第2弾から出るじゃないですか、はどっちかですよね、まあ、ノーチョイスに出た時はかなりハードル高いから、ハードル高いですもんね、最後の1枚じゃないといけないからね、からまあ、じゃあその場にあった時かな、置いといて手札ゼロになったら起動するよっていう、そうですな、どんなことが起こると楽しそうか、あ、ノーチョイスをやりたいだけなの、ね、ノーチョイスをやりたいっていう前提しかないときには、確かにね、手札がない時に強いから、なんか墓地から召喚できるとかだと、うん、はいはいはい、面白いとかね、そうだね、進化ライズとね、ノーチョイス実は関係が悪いから、うん、墓地から召喚できるとかあるとさ、進化ライズうまく使うからね、墓地から進化クリーチャーを召喚できるんですよね、いいんじゃないですか、ああ、こいつ乗せるのか、それだけですか、ただこれだけだと多分使いづらい、使いづらいですね、の期待、僕のものだけだから ね、 ね、なんか CIP つけるか、あ、CIP 多分ね、CIP をつけた方が、で出た時能力がね、CIP ね、出た時これだから噛み合わせようと思ったら、うん、墓地を増やしたいんだけど、手札を墓地を3枚例えば増やして1枚回収とかだと、そもそも手札が増えてるじゃんみたいな、うん、話になるから、あ、そうだね、そこをなんとかこう、なんとか減らす方向、手札を減らしたい、手札を減らしたいと、手札を減らすだと普通に2枚引いて2枚捨てるとかだと減るけど、それだとちょっと闇っぽくない、もう闇っぽくない、考えてますね、チャリン、なんか俺はルールにガチガチだな、ないです、素晴らしいことです、素晴らしいことですよありますからね、闇分はこれはできる、これできない、ありますからね、なんかでも例えば3枚墓地に置いて、はい、1枚捨てて1枚回収とかだとちょっとなんかテキストの量がテキストの量なんかちょっと分かりづらくないか、ああ、すごいすごい、これこれ気にしてるな、フレーバーが入んないからね、フレーバーが、なんかフレーバーが入んないです、これは例えば、うん、水と闇分明にして2枚引いて2枚捨てるとかに、2枚引いて2枚捨てるだと、でもアーツトさんとかと一緒でやから2アーツトさん、でも3枚引いて3枚捨てるとやりすぎなんだよな、あ、でも3枚引いて3枚捨てるだとサイバーチューンが3枚引いて2枚捨てる、3枚引いて3枚捨てていいんじゃないか、あ、分かりました、3枚あ、どうぞ3枚を引いて、で3枚捨てると、おお、なんかでも、あ、それっぽい、もうそれっぽい感じですね、確かに、すごく正面、水闇だもんね、はい、じゃあここに青を、ね、囲ってるから青を囲っておきましょう、はい、でも能力できました、できました、はい、ということで、じゃあ鬼門だね、ここから鬼門でね、どういうやつかってことね、魂、そうですね、まあ、魂とすると何か物、物だね、物っていうかね、そのね、過去のクリーチャーのパワーみたいな、でもノーチョイス持ってるやつって誰だ、まあ、ブラックガンビートとかガンビートとかですかね、ガンビート、うん、ガンビートの種族はいいのか、だけど、まあ、別にはそんな中でシャイ君厳しいですね、ルールに、確かにこれ別に過去のクリーチャーじゃなくてもいいわけだ、やっても魂のオリジナル魂、オリジナル魂と考えますか、うん、まず種族から考えますか、書きやすいようにね、まあ水文明、何が進化したいか、まあ、そうですね、進化ライズ持ってる、進化ライズを持ってるわけだから、種族大ですね、とりあえずレクスターズつけとくか、強いから、あ、そうだ、とりあえず強いからレクスターズ、一旦レクスターズをつけておけば強いという説がある、はいはい、進化させたい水文明、はい、セイリアドラゴン、はい、セイリアドラゴン、セイリアドラゴン、セイリアドラゴン行きましょう、セイリアドラゴンにしましょう、いやでもなんかドラゴン書かされたら嫌だぞ、いや、ちょっと自分で自分、俺は何も言ってたよ。はい、これ水ですね。闇の方が闇。デビルマスク。デビルマスク。デビルマスク。ポセイディアドラゴンデビルマスク。すごい種族になっちゃったけど俺。いやいや、おのおので考えてたら。いやいや、すごいすごい。これでね、アンドレが使えると。はい。じゃあ、お願いします、イラスト。楽しい。どういうやつか。まずドラゴンだね。まあでも物だね。まあデビルマスクだから、うん、仮面かい、あ、仮面ね。仮面をじゃあ。いきますか、ポセイディアドラゴン、ドラゴンだから、ドラゴンだ、いや難しい、ドラゴン要素もありつつデビルマスクだってことね、ハイワードもついてるやつあ、でもすごい、なんかすごい、なんか何いや、ちょっとまだ聞くわけ、なんか何、あ、でもあ、すごいよ、
が考えてるね、これ。牛骨かな？牛骨っぽいね。そうそうそう。頭で頭部、まあ、頭部のマスクみたいな。かわいい、かわいい。マスクの紐でもつけるんですよ、紐でもね。いや、ちょっと紐でつけるタイプね。お祭りタイプね。お祭りになるタイプ。お祭りになるタイプ。後ろにパチンってやるの。つけやすさを気にしてる。ちょっと新しいやつ。つけやすさを気にしてる。これ耳が痛くならないタイプね。調子がつけて大丈夫、これだと、こうつけてなるから、うん、はい、下見を押さえないといけないんだな実用性がすごい、すごい気にしてるな、はい、こんなんでいいんじゃないですか、こんなあ、でもなんか、なんかこれ名前をじゃあちょっとバシッとかっこいいやつお願いします。バシッとかっこいいやつ、それが一番困るね。マスクでしょ、マスクをつけておきます。だってマスクなんとかのマスクみたいな、なんとかのマスクね。これはどうせオリジナルクリエイターこれね。ってことになるのかな。オリジナルクリエイターの名前があれば多分大きいじゃない。ああ、そうか。そうそう、だからまだあのクリーチャーとしては出てないけど、出てないけどね。それが楽しいのってことだ。オリジナルクリーチャー、名前を考えていく。オリジナルポセイディアドラゴンデビルマスク。逆にポセイディアドラゴン、どのポセイディアドラゴンに進化させたかと。いや、ポセイディアドラゴン、超新星ペテルギウスファイナルキャノンだから。ペテルギウスファイナルキャノンだから。ファイナルキャノンからの、はい、では、その進化元になるから、うん、そいつに関連した、うん、ちょっと、はい、ああ、いい、プリマスターの名前みたいな人みたいな。なんかプロレスラーっぽい名前をつけたいかもな。あ、プロレスラーっぽい、はいはい。エルか。かな。エル。ファイナルだから、うん、ファイナルの前。ファーストかな。ファースト、めっちゃ。セミファイナル。エルセミファイナル。エミセ、エルセミファイナルのマスク。エルセミファイナルのマスク。エルセミファイナル。そのままいきます、意外と。はい。はい。すごいね、こりゃ。エルセミファイナルのマスク。はい、参考ストレックスの VR もデビルマスク。魂ですね。水闇。はい、進化ライズ、ノーチョイスで墓地からクリーチャーを召喚できる。そして、デラキさんもいい参加してると。あー。おー、出たー。はい、ということで、チェイ、お疲れ様でした、はい、素晴らしい出ましたね。いやー、貴重な経験をさせてもらいました。ズンだったグリラ様と、エルセミファイナルのマスク。こちらをちょっとじゃあ持ってきたいと思います。はい、すいません。ちょっとどうなるかまたね、YouTube の方で ね、続報をありがとうございただきたいと思います。これがシアトルに行くってことです。そう。いやー、これはいいのかいや、でも本当にありがとうございます。いや、本当に素晴らしい。ありがとうございます。はい、なんかすいませんでも結局あれですよ、マナーはあれ破壊しなかったですね。マナーは、いや、するとね、問題が起きそうはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、これ、本当に1週間にある、やりますよ、やるよ。はい、今回は僕から企画でしたけど、はい、まだまだ皆様の企画がありますからね。ビークがあるんで、いやいや、ビークが、本当にもうありがとうございます、はい、もうありがとうございますということで、はい、ということで、この企画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価でしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にもアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジェルマスターズ、バイバーイ。はじめまして。